FNN 世論調査における総裁選候補者の支持率を見てみますと、こちらです。石破氏が前回の調査から4ポイント伸ばしまして 25.6% でトップ。小泉氏が前回より 0.5 ポイント下がりまして 21.9%、 高市氏が 1.7 ポイント伸ばして 12.5% と続いています。一方で自民党の支持層に限りますと、小泉氏が 29.4% でトップですね。石破氏が 24.1% で2位、高市氏が 16.3%で3位となっています。山口さんは石破氏が支持を伸ばしている理由をどのように分析されますか？石破さんはやっぱり今までね、その自民党の中でずっと冷遇されてきた、でこの自民党全体で逆風が吹くときは冷遇された人が浮かび上がるっていうのは過去にもあったパターンですよね。なるほど、はい。その意味で言うと、じゃあ石破さんの支持率が上がっているっていうのは、例えば今回最後の戦いですっていうと、自民党の支持者の皆さん、党員党員の皆さん、最後か、じゃあ応援するかとそういうなんか浪花節みたいな、浪花節と、もう一つやっぱりこう石破さんがその冷遇されても正論を言ってきたっていうイメージがありますからね。やっぱり自民党政治が強い批判を浴びて、その金の問題とかも全然こうね、その本当に変えるのか、みんなが疑問を持っているときに、やっぱり石破さんにきちっと、改革をしてもらおうっていう人が、やっぱり一番多いのは当然だろうと思いますね。なるほどね。一方、じゃあその山口さんにお尋ねしますけれどもね、今のところその上位3人っていうのがやっぱり石破、小泉、高市というのが、これどこの会社の調査を見てもこの3人がトップ3ですよ。順番は多少ずれることあるかと、あるでしょうけれども、野党側から見たときに、総選挙、自民党自公政権の総理と考えたときに、石破さん、小泉さん、高市さん、一番戦いにくいなって戦いにくいのはやっぱり石破さんですよ。あ、そうなんですか。やっぱりその今言ったみたい、石破さんは自民党の中にあっても、自民党 の悪い部分は批判してきた、というイメージがありますからね。なるほど。だからこれはやっぱりやりにくいと思いますね。でもそのいわゆる党内野党の人が党内与党になった時ってね、大体過去において、その過去自分が自民党の執行方針を批判してきたことが、自分が今度実際やる側になると苦しくなる場面って多いじゃないですか。そういう部分でもあまり心配ない、彼はうまくやるだろうと。やっぱり野党が苦しむだろう。今はその小選挙区制でもあるし、自民党への逆風の中で改革っていうテーマになってくると、もうその他の自民党の政治家の皆さんもとりあえずは石破の下でこの逆風をしのぐしかないみたいな現実的な判断をするんじゃないですかね。一方、じゃあこの人だったら野党は一番戦いやすいって誰なんですか？正直言って高市さんだと思います。そうなんですか。その初の女性宰相っていうんで、ある意味人気が上がることは、今テレビ見てる人たちの中で、なんだとっていう燃え上がる音が今聞こえてきてるんだけれども、どうぞ。いや、女性宰相だから人気は上がると思いますけど、やっぱり思想的にね、この候補者の中では一番保守的っていうか、そうですよね、右派ですよ。だから自民党っていうのは中央の政党でね、真ん中のまさにこう中間的な常識を反映して政治やってきたけど、高市さんやっぱり歴史認識とかね、あるいは選択的夫婦別姓の問題とかね、やっぱりこう安倍さんの持ってた保守的な部分を一生懸命引き継ぐみたいなことをね、存在理由にしてて、これはね、やっぱり安倍さんの亡き後の、その安倍路線の継承っていうのは、私は正直言って国民のそういう中間的なね、穏健多数からはちょっとずれるんじゃないかっていう感じが、そうすると、じゃあこうイメージで言うと、仮に立憲の場合、今調査で1位を走ってる野田さんが出てきた場合ですよ、野田高市の戦いにもしなった場合に、野田さんがどちらかというと立憲の支持層をちょっと右にずらすパワーがある、高市さんもしかしたら自民党の支持層を右に寄せてしまう、そういう、そうですね、そうすると立憲の方が有利になると、こういう意味ですか？有利かどうか分かりませんが、構図としてはね、立憲が真ん中でね、で自民党がちょっと右寄ってみたいな構図になると、いわゆる中間層、無党派層を、その取り込むっていう課題について言えば、
まあ、少し展望が開けるかななんて思うんですけどね。先生さん、今の山口分析どう聞きになりますか。今石破さんの話が出てきましたんで、うんうんうん、よく僕も最近いろんなですね、政治の中枢に関わっている人と会食させたり意見交換させていただく中でね、例えばその石破さんに対してとか高市さんについても、まあ簡単に言えば付き合いが悪いとかね、そういうようなことをよく言う人がいます。でだからこそやっぱり安倍さんと違かったんだとかね、よくあるじゃないですか。ただそれっていうのは先ほどのコーナーで見せてもらったその政党支持率と全く同じであって、要するに都知事選の石丸さんという人が個人的にいいか悪いかということではなくてね、そう、そのご飯のお付き合いがいいか悪いかとか言って、右とか左とかそれから自民党内においてこの人だあの人だって、こういうこと自体に国民は飽きてるわけでしょ。なるほど。だからそれとは全然違う音を立てながらラッタッタって入ってきた石丸さんにみんなびっくりしてそっちの方見たわけじゃないですか。だってここがクラシック音楽の是非について語ってる時に全然違う歌を歌いながら入ってくる人がいたらみんなびっくりするわけじゃないですかっていう、そういうことがあったわけであって、だから石破さんについて我々はそのなんだろう、そういったなんつうのこう人的な事柄における党内におけるうんぬんかんぬんって本人にもよく皆さん続きますけれども、一旦そういうことは終わりにするんだっていう感覚がないと、その感覚がないと今度の選挙において自民党が支持を広げることはできないと思いますよ。それってその政治と金に対する姿勢とかよく言われるけれども、今のお話っていうのはもっともっとベーシックな政治家としてのそのなんていうの、立ち居振る舞いみたいな ね、 そ, うですね、そこで異質とこれまで言われた、あいつはあれだからさって言われてた人たちがそれが主役になるような変化がないとダメだという意味ですよね。あとやはりもう一つ誠実さっていうのが今非常に求められていて、これは暴力をめぐる問題なんですけれども、政治と金のことについて皆さん細かいことを言っている、だけどごくごく普通の人からしたら金に汚かったんだなっていうのが一番の印象として残ってるはずです。それに対してね、どういうふうに何年間で公開するとかいろいろありますけど、そういうことは全部抜いておいて本当に姿勢で生きている人たちはお金に汚かったんだなってなっている。で先ほど言いましたように、今の日本社会が閉塞感が漂っている中で、一番やってはいけないことは、例えば昔で言うと財閥みたいなもの、それから政党政治家みたいな人がお金に汚いっていうことは、やっぱりね、人々の心をね非常にナーバスにするんですね、そしてこうなんていうんだろう、社会全体を不穏なものにしていく、したがって今回これだけ閉塞感が漂っている中で政治と金の問題が出てきてしまったっていうことは、僕はその総裁が誰になるとかそういうことを別にして、日本社会全体が非常にこうなんていうのかな、危ういところに来ていると思っている、だからそういう意味において、例えば繰り返しになりますけど、野田さんの言葉が誠実だっていうのは、誠実だからいいって言ってるんじゃなくって、我々の中にたぎっているしまっている残念ながら情念みたいなものとかね、そういうことを政治が言葉で一つ一つ拾っていかないと、えぐり出してますよ野田さんは。この社会の安定感、そういう意味で言うと、石破さんがなぜ一般の人に人気があるかっていうと、まあちょっと目つきは悪いかもしれないけれども、こうある種ねこう誠実にこうなんかあれじゃないですか、自分のことを語ってるようなね、そういうところが支持を受けてるっていう、このなんだろう、一見ポピュリズム風に見えるものが意外と日本社会にとっては大事。でもその石破さんでもね、ごめんなさい時間があまりないんだけど、一言先生、その石破さんでさら政治と金について過去に遡っての再調査とか再処分については極めて後ろ向きですよ、そうするとその石破さんとその厳しく弾圧というか糾弾する野田さんの戦いになったら、やりづらいというふうに山口さんさっきおっしゃったけれども、もしかしてそのお金の問題でね、立憲に結構分がある戦いになるかもしれないって思いません？いやだからその2人になった時には、もうだから山口先生がおっしゃったのと全く僕意見同じで、野田さんが出てくるっていうのはやっぱりかなり恐ろしいことだと思いますよ。FNN 世論調査の自民党総裁選で議論をしてほしい政治課題という問いに対する答えを見てみますと、物価高・賃上げ対策が最も多く 46%、以下年金・医療・介護・子ども・子育て支援と続き、政治と金は 17.6%、 憲法改正は世論調査で示した11項目の中では最も低く 3.7% となっています。総裁選のこれまでの議論をご覧になって、仙崎さんは世論の期待に応えられているというふうにご覧になりますか？
まあ、世論の期待に応えられているかというとなかなか鍛えられていないと同時に、うん、世論である我々がどこを見なきゃいけないのかなということをちょっとお話ししたくて、うん、結局物価高であれ子ども子育て支援であれ、うん、結局のところ経済の格差をめぐる問題ですよね、はい、一言で言えば格差問題、うん、でその時に僕たちが考えなきゃいけないのはやっぱり各候補者自民党の候補者になりますけれども、うんまあ、いわゆるざっくり言うとですよ、うん、規制緩和みたいなものに対してどう考えているのかって話があってあともう一つは派閥は解消されたと言いながら、うんまあ、菅さん的なるものと麻生さん的なるものの金魚メーカー争いみたいなことがよく言われているんだけれども、うんはいはいまあ、それぞれがどういう性格であるかとかそういうことは抜きにして、うん、その規制とかを緩和することにシンパシーがある菅さんと、うんうん、それに対してそれに慎重派である麻生さんっていうのの息がかかっているのは、うん、それは構わなくって、うん、一体それが何なのかっていうのはちゃんと考える必要性がある、はい、で非常にですね時間が限られているので短く言いますけれども、うんうん、僕この放送で何回か言ったのに、うん、第一次世界大戦と第二次世界大戦などの戦艦機、うん、この時代というのが今非常に大事なんだという話をしたんですけど、うんはい、実はね1916年から、ね、30年ぐらいの間にもね、うん、今でいうところ の,、ね、あの構造改革、うん、雇用の流動化とかねそういうのやってるんですよ、はい、例えばねお米っていうのが当時ねものすごく内地で不足してたの、うん、それをね当時持っていた朝鮮半島の外地で米を作ってどんどん輸入することによって、うんですね、米問題というのを解消しようとするということがあったんです、はい、でそれをやると当然だけどグローバルに外に投資しますから、うんはい、日本の内側特に東北地方の農村というのが非常に危機に陥ったんです、はい、米価が下がったりとかして、はいうん、でその時にこれによって失業した人たちが東京に出てくると、うん、そうすると日本というのは農業国から今度は産業立国に変えるんだって言って雇用の流動化を促進するためにいいんだっていうふうに考えた政党といやそうじゃなくて東北の人たちの内地の人たちの雇用を守ろうっていう鋭いね都市型政党と地方政党の対立っていうのがあったんですよ、うん、なるほどで結果的に日本が選択したのはどっちかというとグローバルの方に打って出ていって、うん、そしてお米がたくさん朝鮮半島から入ってきたんだけど、うん、1回目は大豊作によって米価が下がって東北の人たちが疲弊して、うん、そして2回目はその次には今度は凶作になって米がなくなって東北の人たちはダブルパンチを受けて、うん、それで僕たちが歴史の教科書で見るような女性がね身売りをしてたりとか、はいはいひもじい子どもたちが大根をかじってるね写真とか見たことあるでしょ、うん、資料集で、うんうん、ああいったような時代になっていくんですよね、うんうん、だから私たちっていうのはそのなんて言うんだろう自由化とか、うん、それからですね、企業が率先して投資を促すっていうこととかを大事だって考えるんだけど、うんうんうん、それは何か危機があった時には、うん、わっと波が引くように、うん、この内需というか内政がね、うん内需がこう、うん、打撃を受けるんだっていうね、うん、その諸刃の剣なんだっていうことは、はい、歴史からも分かるし、うんまあ、コロナでね、うん、一気に観光客がいなくなったりとかするっていうことも含めてね、うん、僕たちはその内側と外側を意識して、うん、そしてどういうふうに、うん、国の作り方を長期的に考えるか、うん、短期的にお米が必要だとか、はい、短期的にですね需要が高まるんだとかインバウンドだとか、うん、そういうのとは違う視点を持って政策を作らないと、うん、僕たちがよく喋っている経済安全保障とかっていう話も、はいはい、冷静に考えると100年前にねいっぱい議論されてるんですよね、うんうん、でその結果がどうだったかっていうのは検証しながら、うん、そして時代に合わせて、ここでは米だったけど今回は何とかだってねこう当てはめながら考えていくことが必要だと思いますよ、うんうん、規制緩和に安易に手を出すのは危険であるというお話に聞こえるんですけれどもそうするとじゃあ例えばその小泉さんに限らず規制改革論者の皆さんっていうのは例えばこの20年間の日本経済の停滞賃金が上がらない GDP も増えないじゃあこれの前提にあるのは規制で守りすぎている、まあ、コロナの時 の, その持続化給付金の問題であるとかその中小企業の生産性が上がらないこととかというのをそこにその規制で守られているそこの部分っていうのが生産性の向上につながらない流動化させなくちゃいけないということを言う人たちもいますこの辺のところってこれは経済論みたいになっちゃうんだけれどもそのバランスが日本の場合には規制によって守るというところにウェイトを置きすぎていませんかという問いかけについての感想そこはどうなんですか
まず基本的なところを喋った後に、はい、細部の具体的事例で喋った方が人には説得力があると思っています、はいはい、でどういうことかというと、うん、これまで言われてきたまずイロハで言いますと、はい、30年間規制改革やってきたのに、うん、なんで成功してないんだ、経済成長してないんじゃないかっていうのが保守的というか規制緩和批判論者がまず言うことですよね、はい、からもう一つ言うことがあって、うん、需要と供給のうち、はい、供給にイノベーションを起こしたとしても、うん、需要自体が少子高齢化の中で停滞しているときに、いくら供給を、ね、喚起したとしても、はいはい、需要の側が動かないんだから経済成長するわけがない、うん、これが基本的に言われていることなんですよ、うんうん、だけどね、そのことを踏まえた上で、うん、その規制緩和に対する私の考え方はね、はいはい、例えば農業についてどう考えるかといったときに、はい、世界に打って出るべきなんだっていうね、うん、これを第一の価値観にした場合にですよ、はい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 、だけど今必要なのっていうのは、うん、先ほどのお米の話にもあるように、うん、やっぱり今から100年前だったら東北の農村を疲弊させてはいけなかったんですね、うん、なぜならその後に世界はブロック経済になっていて、はい、戦争になっていったときに、うん、シーレーン立たれた結果、うん、日本は干上がるわけですよ。終わりました。そういうふうに考えたときに食料安全保障っていうことを考えた場合に、うん、今むしろ我々は当然外に打って出るものもあっていい、うん、日本酒とかね、うんうん、だけどそうじゃなくって基本的な構えは、うん、この国がどうやって食料自給をできるのかなっていう方を第一の構えにした方がいいというのが私の考え方なんですよ。なるほど。で大事なことは、うん、何でも農業だったらそうやって外に出ればいい、うん、それから他の分野だったらどんどんその規制緩和した方がいい、うんうん、そういうふうにやっていった場合に、うん、例えばですけれども、例えば外交安全保障の分野で言うならば、はい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 、なんだろう、自衛隊の装備品についても競争入札をやって安いところのものを選ぶというのが当然のようになっているとか、あるいはもっとね細かい話で言いますと、例えば先週かな、先月だったか忘れましたけれども、エジプトの方に例えばですね、防衛副大臣とかが行ったんですけれども、その飛行機のそれから旅行のルート、これあれですよ、官僚とか全員エコノミークラスで行くんですよ、うん、しかもエジプトに直行便があるにもかかわらず、うん、安いっていう理由でトルコ経由とかで行って、うん、方法の体で、うん、仕事して帰ってくるわけですよ、うん、なんでこんな小さな話してるかっていうと、うん、そこにあるのは我々のマインドが自由化した方がいいんだとか、うん、規制緩和をした方がいいんだっていうのが第一の価値観として社会の中にこうふわっとね空気感としてあるから、うん、そういうようなことを前提にした、うんうん、だから公務員に対しての一定の尊敬を僕は持つべきだと思う。で場合によっては少し温かい食事と、うん、それからいい椅子に座ってもいいと思う、うん、しかしながらそうじゃなくって、うん、小さな些細なことだけれども、うん、そういうところで苦労して、うん、そして日本のために全力で働けないんだとしたら、うん、僕はやっぱりそういうマインドにつながるようなね、うん、ことを、うん、もう一回大きな話に戻せば、うん、掲げているっていうことは、うん、やっぱりそのなんて言うんだろう、最終的には我々の国益を損をしているし、うん、それから何ここの物価高とか賃上げとかを求めている人たちが苦労をするような方向性に行っちゃう、うんうん、それの一つのね、うん、一つの切り口として規制緩和の有無というか是非という話をしてるんです、うん、山口さん今の規制緩和の話、はい、まあ、でも野党にしてみたら規制緩和っていうのは安易に手を出すものじゃないっていうのが基本的な姿勢ですよね、まあちょうどあれですよね、15年前の政権交代の時も、はいはい、要するに小泉のお父さんの純一郎政権が進めた構造改革でもってやっぱり地方は疲弊するし、はいはいはい、格差貧困問題が発生して、うんうん、まあ、小沢さんが代表の時に国民の生活第一っていうスローガンを作って、まあ、ある意味その地方とそれからまあその貧しい人々を支えるっていう路線で2007年の参院選で勝って2009年衆議院政権交代を起こせたわけなので、その意味ではね、小泉息子さん進次郎さん風のその能天気な規制緩和がもう一回出てくるんだって、まあこれはこれで野党としては戦えると思いますね。なるほど、うん、そういう議論にそのままなっていくかどうか。じゃあ先崎さんからご覧になると、その規制緩和以外でも経済政策でいうとね、その例えば茂木さんがその増税なし、はい、防衛増税はやりませんと、財源ありますと、で子育て支援もや社会保険料の増額やりませんと、これも財源ありますと、そういうような話をこれまでやってきたその増税路線に対してパチッパチッとノーを言う政策として、そういう議論も出てくる総裁選、これも僕は聞いたときに、お立場は別にしてですよ、あ、こういうことが自民党の総裁選で出るんだというふうにぶったまげましたよ。ここはどう評価されるんですか。
それについて僕が言いたいことは、はいはい、前回の総裁選の時に、うん、岸田さんが新しい資本主義という言葉を掲げた瞬間に、うん、それを中心にして議論が行われて、うん、その後の衆議院選挙の時にも、うん、維新を除くというふうに記憶してますが、はい、各共産党まで含めてね、うん、がこの新しい資本主義の是非をめぐって争ったわけです、うんうん、で今の話にどうつながるかというと、うん、例えば増税っていうのをしないんだっていうのは、うん、はい、一つの強烈な茂木さんのね国の作り方の方針じゃないですか。すごいですよ。そういった時に、うん、僕が今回全候補者に感じているのは、うん、何かこうなんて言うんだろう、その時代の空気を踏まえながら、うん、所得倍増であるとかね、うん、田園都市国家構想であるとか、うん、はい、そういうものを強烈に掲げるっていう力が弱いなと思っていて、うん、例えば小林さんも日本が国世界をリードする国になるっていうのはそれはいいが、うん、それを踏まえた上でじゃあどんなキャッチフレーズで出てくんねんっていうところが僕が聞きたいことであって、うんうん、そういう意味で言うと今のお話で言うならば、うん、その増税をなくすというのは一つのキャッチフレーズなんだが、うん、それがどこまでそのなんていうの国民が注目を持って、うん、はいはい、そしてこのなんていうの国の空気を変え、うんうん、そして、こっち側に向かって新しい政府は船出していくんだっていう、うん、それを打ち出せてる人は、うん、茂木さん以外の人も含めてね、うん、ちょっと弱いんじゃないかなって思ってます。目の前のことだけしか言ってないっていう意味ですか。その先のビジョン、国家像がない。先崎さんでね、例えば9人の候補者に一人一人に国家像を、あなたの目指す国家像は何ですかって聞いてた時に、なんか違いをどこに見出したらいいのかってなんかイメージありますか。あえて具体例で言うならば、はい、例えば石破さんが防災省を作るべきだというふうに言っている、はいはい、言った、言った。それに対して小林さんがそれは、ね、屋上奥を貸すものだとか、うん、いろんなことを言っているけれども、はい、あるいはなんだっけ林さんが、うん、それっていうのはうんぬんかんぬんとか技術論的なことを言っているけれども、はいはいはい、僕が本の中でも書いたことは、うん、防災省っていうのを作るっていうことは、うん、この国においてね安全保障の話だと2プラス2って言って、うん、はい、それで外務大臣と防衛大臣が行くでしょ、うん、はい、そうした時に国内の危機管理ということについては、はい、防災省と例えば国土交通省がやるんだとかね、うん、そういう意味で言うと国民に対してね、うん、私たちは危機っていうのがあるっていうことを認識してるんですと、はい、そしてもっと強く言えば、うん、我々はこれからね例えばコロナも含めてそれから有事もあるかもしれないし、うん、って意味で言えばね、うん、そういう危機感というのを持たなきゃいけない時代に入ってるんだよっていうね、うん、何も夢を語るだけじゃなくて、うん、危機感を煽るっていうと言い方変なんだけど共有するっていうね、うん、そういう意味、そういうキャッチフレーズ的な意味において、うん、防災省っていうのを強く言うっていうんだとしたら、うん、それは実際の立て付けがどうであるとかいうね、はいはいはい、技術論の前に我々に対するメッセージとして一つあるんだと思いますよ、うんうん、なるほど。そこは評価すべきもの、うん、だと思います。ビジョンが出てくる。ここからはダブル党首選後に行われる次期衆院選での政権交代の可能性についても伺っていきます、うん、衆議院の定数は465で政権交代に必要な過半数は233です、うん、政権交代を目指す立憲民主党の候補者擁立の状況は先月13日の時点でおよそ190人、うん、過半数の候補者を立てられていない状況です、うん、山口さんは立憲の政権戦略を現状どのようにご覧になっていますか、うん、まあ、選挙に向けて候補者は多分200を超えると思うし、まあ、国民民主党との連携ということを考えれば、まあ、一応過半数に近い候補者は立てられると思いますが、正直言ってそんなにいっぺんに政権交代が起こるなどと甘いことを考えている人は、はい、うん、立憲の中にもいないと思いますよ。私もそうは思ってない。そうそう、うん、野田さんはもう千載一遇のチャンス。いや、もちろんね、千載一遇のチャンス。いや、だからともかく自公過半数割れ、はい、それから最大限立憲の候補議席を、うん、まあ、150さらには200に近いレベルまで、うん、増やせば、うん、当然その来年の参院選、はい、勢いがつくし、うん、そしてその次の、うん、衆議院選挙と、うん、やっぱり政権交代、うん、いっぺんにひっくり返すんじゃなくてこう、ね、階段を上っていくみたいなイメージで、はい、考えてると思うんですよね。それはあれですか、勝負はじゃあ来年の参議院選挙まで野田さんの視野の中には、まあ、目の前が大チャンスだから立つんだっていうふうにこの間もおっしゃってましたけれども、うん、目の前の総選挙というよりもそこ、まあ、ホップステップ肉離れじゃないんですけどもホップステップがその来年の参議院選挙、そこでかつのねじれ国会の時は ね、やっぱり民主党が自民党をギリギリやったじゃないですか。それを狙ってる。やっぱり、ね、参議院選挙すごく大事なんです。なるほど。だからもちろん今年行われるであろう衆議院選挙で、
最大限自公の議席を減らす、うん、それからもう立憲民主党がやっぱりダントツの野党第一党としてね、うんうん、あの存在感を発揮するっていうことはもちろん、うん、あの大前提ですよ。ただ山口さん、例えばね、こうその2009年から12年までの民主党政権の時のことを全然、だって山口さんのところの学生なんかとお話しされていても、じゃ学生に対して民主党政権、立憲民主党に期待するかって、いや民主党政権の時のことかとかって、お前っつっちゃいけない、君は知ってるのっていうような若い学生さんが、その時にはまだ子供だったような人たちが、民主党政権の3年3ヶ月の悪夢っていう、まあ、安倍さんの必殺あのフレーズじゃないですか、うん、それがやっぱりちゃんと浸透していてですね、うん、その払拭に対し の、 その準備構え、ここはどうなってるんですか。うん、おっしゃることは私も日々悩んでいることなんですが、はい、やっぱりね、こう今の日本のこの閉塞状況に対して、うん、はい、そのまさにこう既得権というかね、うん、十何年権力を持ってきた自民党ではやっぱりできないことがいくつかあるんだっていう、うん、で政権交代っていうのは全てをひっくり返すんじゃなくて、うん、まあ今ある政策の8割ぐらい、あるいは9割ぐらいはもう継続するしかないんだけど、うん、こことここはやっぱり変えて、うん、そのまあ若い人たち、学生さん、はい、非正規で働いている人、はい、あるいは子育てをしている30代、はい、40代、うん、そこに対してこういうものを届けるっていう、そのかつての、うんうん、生活第一路線の、うん、まあ、子ども手当とかね、はい、に相当するようなやっぱりこう政策を打ち出していく、もうそういう努力をもう真面目にやるしかないです。それは例えば今の立憲の代表選の 4候補者の話を僕からの耳に残るのは自民党批判ですよ、うん、その政治と金の問題 で、うんうん、でそこの部分をメインで当面は戦っていかざるを得ないか、例えば今言われたみたいな、うん、その弱者に対する、うん、でもそっちに集中しちゃうと、さっきの千崎さんの話でね、まあ、弱者に対する 6% 政党が 6% の人たちのことだけ考えていただくって、弱者に対するんじゃなくて、はい、やっぱり普通の人々、はい、国民に対して、はいはいはい、やっぱり生活厳しいでしょ、うん、で将来も心配だよねっていうところで、うんうん、そのよりなんていう普遍的な政策をもう一回、だから私は国民の生活が第一っていうスローガンをもう一回引っ張り出してきて掲げるぐらいでちょうどいいと思うんですよ。今物価高だし、賃金上がらないし、人口どんどん減っていくし、人手不足だしみたいな、はいはい、でそういう世の中に対して私たちはやっぱりこういう考え方を持ってるんだっていうことを伝える、うんうん、で先ほど千崎さんがその歴史の話をされて、はい、私も同じような関心を持ってまして、はい、まあ、1930年代、うん、その狭い意味の防衛と広い意味の防衛っていう論争がまああって、ごめんなさい、どういう意味ですか。いやだから狭い意味の防衛ってのは防衛力を充実していく、うん、防衛費増やすみたいな、うん、広い意味の防衛ってのは要するに国力を高めるみたいな、だから食料もちゃんと増産するし、はい、失業もなくしていくしみたいな、ね、はい、国民をもっと健康にしていくみたいな、はい、まあ、そういう論争があって、うん、まあ、その要するに総力戦体制を作るときには国力が必要だみたいな話なんで、今そのまま抗議国防っていう話は、うん、私もする必要はないと思うけど、でも、うん、岸田政権が決めたいくつかの政策転換、うんうん、防衛費倍増っていうのは、うん、茂木さんがね、増税なしなんていうのはやっぱまやかしですよ。これ絶対に将来の日本の国民に重荷になってくるわけだから、うん、立憲民主党としてはもう基本政策は引き継ぎますけど、うんうん、その真面目に防衛を考えたらやっぱり米の自給も危うくなってきてるとかね、うんうん、うん、その国民の生活を守ることが防衛なんだからということで、その中身を精査していく、うん、そして国民の生活に直結する部分にもっと金回していくっていう、うん、そういうこう派手じゃないけど、うん、あるいは丸罰じゃない、うん、合憲か違憲かみたいな、うん、丸罰じゃない政策論争を仕掛けていくっていうことが、うん、やっぱり立憲民主党の課題ですよ。それで国民の、うん、不信というか不安を払拭できる。いやもうそれはもうひたすら訴えていくしかない。そこで例えば進もうとした時に、かつての民主党は、うん、まあ、野田さんの言葉で言うとフォロワーシップの欠如っていうやつでね、うんうん、リーダー決める時にはやるんだけれども、その後動こうとするとバラバラバラっとほぐれていくっていう、その状況にはもうならない、大丈夫。
まあ、今回ね、はい、小沢さんが野田さんと手を結んでね、うん、もう一回最後のチャンスに挑戦するって言ってて、うん、でそのバラバラバラというその遠心力を働かすやっぱり力を持ってたのは小沢さんですよ。なるほど。でね、その路線的にね、うん、保守とリベラルで立憲民主党の中が割れるなんてのことは今はないです。そんなも所帯も小さいし、なるほど。それからその、まあ、リベラル派 の, その支持母体である、うん、その自治労日共層みたいな、はいはい、あの、ある種のリベラルな論争にしても、はいはいはい、ともかく立憲民主党を守れ、うん、守れとか、まあ、統一せよ、うん、よく言えば国民民主党もくっついて来年の参院選はもっと大きい枠組みで戦わなきゃいけないとかね、うんうんうん、そういうあの考えはかなり共有されているわけ。共産党との関係はどうなんですか。いやもうこれはね、ドライに割り切るしかないんです。あれでも山口さんがあの間に立って市民団体が仲立ちにした、あの、まあこれね、政策協定みたいな2021年の衆議院選挙の時は、あの、まあ、政策協定というんで、まあ、いろいろてんこ盛りにしてね、はい、あの共通政策の合意みたいなことをやったけど、うん、まあ、残念ながらあの時の選挙はやっぱり負けちゃったわけですよ、はいはい、で、まあ、その後ですね、うん、やっぱりこうなんていうかな、本当に政権交代を起こすためには、うん、どういう連立の枠組みがあり得るのかっていう議論をやっぱり、うん、その現実的にやっていけば、うん、あの共産党を含む連立ってやっぱ無理だよ、うん、っていうことも、まあ、今の立憲ではリベラル派も含めてね、うん、あの合意があるし、まあ、枝野さんも今回の代表選挙にあたっては言ってますよね、割とこう主体性強化みたいなね、うん、あの他党との協力を前面に出すのは賢明ではない。あれもなんかちょっと厚物に懲りてみたいな感じでね、まあ、それも野田さんの方がまだ各党との対話のチャンネルは維持するっていう言い方で野田さんの方が間口が広く見えちゃうっていうのはあれはどうなんですか。まあ、野田さんはやっぱり小選挙区でその少しでも、うん、勝つというリアリズムで、うん、やってると。で、うん、枝野さんはやっぱり2021年の野党協力の失敗に対するやっぱりこうある種のまあ、トラウマっていうほどでもないけど、踊りのバネが効きすぎみたいなね。ただやっぱりなんていうかな、あの2021年の衆議院選挙の時に小選挙区では確かにいくつか増やしたんだけど、はい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 、比例で全然取れなかったっていうね、うんうんうん、要するにその政党としてのイメージをこう売り込むことには失敗したわけですよ、やっぱ野党協力。どうですか。ただでもね、共産党との政策協定とか選挙協力というのを最初にやる必要はなくて、他党といろいろ話をしていく中で最後共産党さんと選挙協力も政策協定もなくても候補者調整はね、うん、それ別に見えないようにも見えるようにでも、一つはその政治と金の問題で、そうそうそう、その裏金議員のところに統一候補をぶつけるっていうの、これはまあ どの野党も反対しないと思う。できますよね。それからやっぱり自公過半数割れに追い込むためにその候補者調整をしますと、はい、で今年の4月のね、はい、衆議院の補欠選挙の勝ちパターン、うん、これが大事なんですよ、うん、長崎と島根は共産党がまあ候補を出さないっていう形で事実上協力をしてくれて、うん、その亀井さんとかね、うん、山田さんとか、はい、まあちょっと近っていうと保守的なスタンスの人が自民党の候補、ね、あるいはあの他の野党の候補を倒したっていう、うんうん、その成功のパターンがあるわけですから、うんまあ、これをその次の衆議院選挙で最大限実現していくと、うんうん、だからそのなんか仰々しくね、共通政策作ってね、なんか AAO じゃなくて、うん、もうドライに、うんうん、勝つ可能性を最大化していくための、うん、あの協力の形を考えましょうと、うんうんうん、だから東京中国はまあ表で協力して AAO をやってそれがうまくいったっていうこともあるんで、まあそういう選挙区が私はもちろんあってもいいと思うんだけど、それはもう本当にまあ勝ちやすいパターンを模索していく。そうですよ、うん、おっしゃる通りだなと思ったのは、最後の部分を僕なりに言いますと、やっぱり野党は点を大事にして、その点を一つ一つかつそのなんて成功体験を積み重ねていくしかないよねっていうことだと思うんですよね、はい、その前回の補欠選挙で勝ったのは何だったのか、それを分析して、うん、でその点を一つずつ増やしていくことが、うん、なんか立憲が勝ち続けてるぞっていうふうにマスコミに乗っかったりとかして、はいはいはい、ちょっとずつうねりを作っていくとか、そういうことだと思います、はいはい、うん、それから、まあ、もう一つ先ほど今日ずっと言ってることですけど、うん、例えば石丸さんみたいな人が支持を得たっていうのは、うん、こう全く音色の違う音楽で入ってきたっていう意味で言えばね、うんうん、野党の野田さんがおそらく象徴してるのって清潔さなんですよね、うんうん、間違いない。
だからもしその一般の人たちがあまり政策に違いがないとかっていうふうに考えたときには、うん、やっぱりその清潔さっていうところが前面に押し出されてくると、うん、政策に違いがないならむしろね安心感を持ってそっち側に今回はじゃあそっち書いてみるよっていう人が、うんうん、その政党のな支持率の方でね、うんうん、出てくるっていうことはあり得ると思うんで、うん、まあ、そこに期待するしかないと思いますよね。でちょっとだけ野党じゃなくて自民党で付け加えておくなら、はい、やっぱり自民党の方はやっぱり自分たちが大きな枠組みを作ってしまうということがとても大事で、うん、はい、その新しい資本主義みたいな、ね、言葉があったけれども、うん、まあ、そういうので言うとかつて、まあ、国土交通の方で専門的に使われたけど、例えばレジリエンスジャパンって言葉があるんですよね。これって何かっていうとレジリエンスって要するに国土をどうやって安定させていくかなんで、はいはいはい、防衛問題から、うん、食料の安全保障に至るまで俺たちはこうやっていくんだとパッケージ作ればね、でレジリエンスジャパンつってそれについて全員がね丁々発止で議論したらそれでこう支配できると思うんで、そういうことを誰かやってほしいなって思いました。ここで山口さん、仙崎さんからダブル党首選の注目すべきポイントというテーマでご提言をいただきます。まずは山口さんお願いします。はい、死んでも死にきれないという思いって書きました。要するに石破さんにしても枝野さん、はい、野田さんにしてもやっぱり30年この方改革を追っかけてきて、なるほど、これね最後の機会なんですよ本当に、うんうん、だからもうこのままじゃその後世の人々に恥ずかしくて死んでも死にきれないという思いをね、うん、国民に訴えてほしいなと思いますね。はい、ありがとうございます。では仙崎さんお願いします。はい、政策って書きました、うん、今回は一般的な選挙ではありませんので、はい、だからこそじっくりと政策っていうのを見ていく、うん、いい機会だと思うんで、うん、これを期待したいと思います。